い、どうもハラミンです。今日なんですけど、12時35分、本日2月14日バレンタインデーでして、これから会社で仕事撮影があるんですよ。で、普段私基本的に在宅で編集とか仕事してるんですけど、今日まあ撮影のスケジュールが入ってまして、この2月14日に会社に行かなきゃいけないという地獄のスケジュールなんですけど、巷ではバレンタインデーって言われてるじゃないですか。まあ学生の頃からこういうイベント大嫌いだったんですけども、ただただ地獄なんで、まあ基本もらえないわけですよ。なのでもらってるね、男子とのこの格差がね、必然的に浮き彫りになってしまうイベントなんですが、でなんか学校でも会社でも無駄にそわそわして一日を過ごすことになるじゃないですか。あのそわそわで勉強とか仕事のパフォーマンス2割程度下がってる気がするんですよね。なので今年はおとなしく家で仕事をして過ごそうかなとも思ってたんですけど、まさかの2月14日にスケジュールがぶち込まれるという、そんな一日をお送りしていきたいと思います。はい、お疲れ様でーす。やりました、1個確保です。ありがてえ、ありがてえぜ。やったよー、来てました、くれた人ありがとう。これ別に動画だからいい人ぶっていうわけでもないんですけど、小学校とか幼稚園ぐらいの時からかな、バレンタインデーの日にくれるチョコレートを包んでくれるこういうビニールとか包み紙ってあるじゃないですか。あれね、捨てらんないんですよ。私別にいい人ぶって言ったわけじゃないですよ。わー、いただきました、ありがとうございます。すいません、バレンタインデーの日の流儀が1個ありまして、もらったら必ずその場で食うっていう。あらららら、ら絵の具みたい、素敵な例え、絵の具みたいだって。あ、これはピーナッツだ、ピーナッツです。ありがとうね、ピーナッツです。うまい。撮影担当のヒゲの編集者が来たので、そろそろヒゲの撮影だと思います。でもまだまだバレンタインデーは1日続くので、どうなることやら。行っていきたいと思います。撮影です。録画しました。皆さんこんにちは、ノックスでハルミン。じゃあお疲れでした。お疲れです。ありがとうございます。編集をしてたんですけど、一向に何か起こる気配もないので、そろそろ帰りたいと思います。まあ何を期待していたのか分かんないですけど、会社にいてもただただ虚しくなるだけなので、帰って仕事したいと思います。バレンタインデーなんかね、誰が考えたのか分かんないですけどね、どうせ一軍というかね、陽キャでしょ。こんなイベント考えつくやつはね、陽キャなんですよ。もらえないやつのことなんか考えてないから、我々 1.5 軍とかね、2軍とか3軍の人間のこと考えてないわけですよ。あのあと会社出て素直に家帰って仕事して編集しようと思ったんですけど、あまりにもバレンタインってなんだろうなっていう疑問が首をもたげてしまったので、ローソンでちょっとチョコレートを買ってしまいました。でこちら、あ、もう映ってますね、はい、イルミネーション、バレンタインデーの日にイルミネーションを見に来るという、一人で、わーすごい、ここでチョコレートを食べたいと思います。ああ、これはダメだ、これはカップル大好物のやつだ。もうカップルホイホイだ、こんなもんは。カップルホイホイ以外の何物でもない。ちょっと皆さんにお見せしましょう。
これはカップルがゴキブリのように吸い寄せられてきます。いや、蛾ですね。カップルはイルミネーションという光に集まってくる蛾と同じです。こんなものはただの光の一つ一つの集まりにすぎません。しかしカップルはこれに集まってくるんです。そしてコウモリに食われてしまう。悲しい現実です。悲しい現実がそこにあります。ただ私はこの空間のど真ん中に座って今から生チョコを食べたいと思います。そうでもしないと腹の虫が収まりません。腹の虫が収まらないと言ってますが、私は一体何に対して腹を立てているんでしょう。それをずっと自問自答していた人生だった気がします。何に一体私は腹を立てているのか。さあ、怒りの矛先がわからない。振り上げた拳をぶつける先もないまま、私は今からこの雰囲気の中チョコを食べます。さあ、これがチョコレートマジック神戸チョコ、下のローソンで買ってきました。揚げ方が分かりません。釣らないよ。画角が一人で撮ってるから。うん。これ以上食べるとリア充じゃなくて僕が爆発しちゃいそうなんで、ちょっとしまいたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さんはバレンタインはどうでしたでしょうか。コメント欄に書き込んでください。さよなら。